今日はクイズ大会をしたいと思います。3人で、最高得点を取った方に、2位と3位の人の財布の中に、現在財布の中に入っている全財産を渡すっていう名前出るかはちょっとね、自分しかわからないので、得するか損するかはもう開けてからのお楽しみっていう形になります。イエイイエイイエイ。サムライピンク TV。 第1問じゃらん音入るからね、あの編集でちょっと待ってもうた。1997年、難しい、香港はどこからどこへ返還されたんでしょうか。いくよ、せーの、はい、イギリスから中国。あ、次はこういくで、はい、はい、イギリスから中国。おお、すごいねこれね。じゃあ次、たくまさん、はい、せーの、ドン、イギリスから中国よ。おー、すごい、みんな識人ですよ、すごい、全員正解です。全員常識人ですよね。あ、ポイント、なんか置く、なんかライター置いていこうか。全員1ポイント。これライターじゃ足らへんなってくるな。つまようじはよ。あ、つまようじでしょうか。あ、メモにする。メモの数あるくない。メモもったいなくない。いけ、あ、いいわよ、こんなん、うん、安いからもう、うん、これ、はい、ティッシュ移せよ。あ、はい、これとりあえずみんな一枚エコのために。そう、これもろしい、はい、うん、はい、せーの、紫、黒。それ紫っていう感じじゃなくなるか。芝やで。芝犬。絶対嘘、これやろ。糸変容した。私自信なかったからカタカナで書いたけど。で、紫ってさ、青と赤でしょ。黄色も混ぜるんでしょ。で、黒よ。正解は黒です。すごい。あるいは、あの、色彩検定1級持ってるんです。すごい。すごい。やばいの。私じゃ論外ってこと一番。あ、確かもう漢字を間違ってるし。色じゃないから。私紫やと思ってた。私も紫やと思った。え、面白いね、これ。ねえ。はい。チャラン。これはわかる。これ意外とね、私、多分自信ある。はい、はい、せーの、大型。大型。え、うせやろ。 A は日本で、正解は大型です。ほら、ほら、なんでな。え、マジで、うん、あの、欧米諸国は大型が多いんですよ。そう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 、欧米が、じゃあ大型なんやけど。ちょっと待って、やばくない。なんかすごいね、やっぱり本当すごいね、教養のね、ちょっとあれやんな。 あ、でもあたすごい、全問正解じゃん、今のところ。いや、すごいの、教養だけはあるんです。なんかバカを匂わせるクヤピコだけって感じがすごいの。では次、あ、ちょっと難しいかもしれない。あ、私これ分かった、分かった。え、第3の惑星。そう、これこういうことでしょ、多分。え、ちょっと待っての、何よ、セーラームーン思い出して、セーラームーン。セーラームーン思い出してください。ムーンライト伝説よ。その順番やったっけと思って。そこは、あ、その順番でめっちゃ、その順番ではなくない。そう、だからあった。二択よな、これ、多分。二択かい。まーす、ドン。言って、水星。ウケる。じゃあ次はヤコネケ。私、はい、え、土星じゃない。なんでよ、土星なの。え、自信ある。タクマから、タクマからってタクマよ、もうない。もしもーし、出ました。え、ほんと何。ジアース、地球。おしゃれ。やった。正解はタクマです。ほら、え、なんで、だって何なん。太陽大きい順から行くんじゃないの。違うわよ、太陽からよ。太陽やろ。
で太陽で木星が次でかい、ね、金星よ、金星そう太陽金星水星じゃないの、金星水星地球太陽は入らない、どういうこと、あ水金地下木土の前面の順番入らないよね、水金だって太え惑星は太陽って惑星じゃん、水水か水金地下だろ、そうそう水金地あそういうこと、それ第3っていうの、え大きい順じゃないんだ、並んでる順になるやんそれやったら、それを聞かれてんのよ。それを聞かれてたのよ。そういうこと？これは簡単やわ。琵琶湖と、まあまあ、よくでも比べられる、ほら淡路島行ったもんね、行った、ちょっと怪しいかも、行くよ、分かりました、はい、せーの、はい、淡路島お、すごいホテルニュー淡路あ、すごい漢字もちゃんと、あ、そうよ、書いて、普通書けるかな、書いてみんなちって、達筆ね、さすが、よし、じゃあこれ全問正解よ、みんな違います、全員不正解です、あ、待って、同じとかで落ちちゃう、琵琶湖が多い、そう、うわ最低、グヤピコ知らんかった、ほんまに、ほんまですよ、全員失敗ってことそう、どこいや、なんだろう、なんかした時に硬くなるとか、そういう意味じゃなくなってエッチした時に硬くなるものってこと、いや、ないです、2つぐらいあるやん、うん、一番喜んでるカメラマンがいる、一番カメラ映ってないところで一番笑ってるからね、このとこほんま顔も赤なってどう、はい、たくまさんからブン、頭蓋骨かっこ頭、あーね、V やからってこと、そう、脳みそ守らないといけないから、すごい理由までちゃんと言ってる、プリプリどう、はい、私も頭です、みんなよく知っている、理由は脳みそがあるからです、私と言って出す、はいはい、ドン、あこれしか思い浮かべへんかったら、もうこっから頭離れへんかった、いい加減にしてくれ、違うって言ってたよね、あーんあの、はーんってやつ使ってくれんのよ悔やぴこーやった全員不正解です、嘘でしょ、正解は歯です、あー歯だし、歯だけに、うん、よね、うちらせーのする、うん、せーの、滅亡不滅中学生じゃんいきます、一瞬、正解です、はい、あ、おしゃれ、なんでな、おしゃれかも、なんでそんなん知ってんの、永遠はずっと続けて一瞬ってすぐ終わる、そういうこと、もっと綺麗やね、綺麗な、やっぱり綺麗ですよ、あれですね、心が一番綺麗なの、一瞬の愛をね、経験してはるから、そう、つかの一瞬しか掴んでないのよ、つかの間のね、最近もね、ディスんのやめて、ほんとディスらないでほしい、これはほら東京2020があったからね、そう、これはわかりますよ、私わからん人はおらんぞ、そう、はい、じゃあせーの、はい、IOC バッハ会長、 WPO じゃない、 WPO は違うわよ、WPO は違うわよ、 WHO よWPA もあるんじゃない、それあれでしょうな、 WHO は世界保健機構でしょ、 WPO ってなんかなかった、 NPO ちゃうんだそれ、
非営利団体じゃない。WPO なんかあったよ、分からへんけど。でも IOC よ。IOC よ。インターナショナルオリンピックカンパニー。コミティ。コミティ。すごい。博識だね。イエーイ。せーの、はい、道後温泉別府。お、分かれましたね、答えが。待って、ゲロ、ゲロ温泉なんかな。道後は世界最古の温泉よ。じゃ、日本最古の温泉、三大温泉よ、あんた、日本の別府。そうよ、別府じゃない、別府じゃない、温泉郷ただの。あ、私これ多分ね、待って、これ自信ある道後温泉やと思う。いや、このような地理検定もまあまあまあ、確かにね。なんか正解はチェボです。イエーイ。さあ、最終問題はポイント、うん、いいよ。にするの？しゃあなしよ。うん、分かった。ってことは私勝つもんね。勝ったらいいってことでしょ、うん、あんたらが負けて私が勝ったらいいってことでしょ、うん、OK、 はい、かかってきな。なんか偉そうじゃない。チャンスやってんのに、ね、チャンスやってんのこっちは。はい、3パ。じゃあ迷ってん、それと 0.5。 私 1% 以上やと思う。正解はいや、これです。ほら、ポイント選手で私1位になりました。さあ、いってぶっさすぎ。ほんまに。いや、いくらあるのだい。最低札だけでいい。すごい、お札持ってる。それ持ってるわよ。バカにしないで。1万6000円です。これにはいいでしょ、もう、うん、やったー、ご褒美だ。めちゃムカつくねんけどな。そんな歯がなと思ってるもん。ちゃんあんたなっていうの絶対ふざけた金額しかいらないわよ。あんたこれちょっとどこなの、これ何、これ、ルピア知らない。え、これどこの金知らない。え、サウザー、これ何よあんた。これあれ、これ、あ、こっち待って、これバーツ。え、なんでんよ。なんでも汗くなぁ。でも札やから、このあのチェルポンの3000円と、これなんか分かります。ちょっと私ほんま分からない。あ、これ多分これね、これ20元仙台さんって言われたからだし、20元とこれってさ、インドミャンマー、ミャンマーってこれ何なんですか。あ、チャットです。あ、すごいな、すごい。で、これもミャンマー、カンボジアです。カンボジアは何なの。これはアンコールワットになるんですか。え、これは、あ、これもカンボジアか。しなさい。ヤコネが全財産って言っちゃった。これミャンマーや、マンミャ。もういいです。はい、では、私の本日の報奨金は1万9000円です。イエーイ。いいね、やっぱお金持ってるって。そんな1万6000円の人にあげる気持ち持ってるんですね。3000円でも腹渡見えくりたいですよね。そうですよ。あと、あのチェルポンの全財産なんで、このわけのわからんカンボジアとかミャンマーのお金ももらっていただきます。そう、明日三井住友銀行で換金するわ。多分25円ぐらいの値引き。違うわ、日本で換金できへんから置いてんのよ。あ、そうなんだ。1円以下やめちゃう。そうよ。はい、ということで、サバイティング TV のクイズ大会現金争奪戦はやっこの勝利ということで終わりまーす。イエーイ。やっこが優勝して楽しかったって思う人はいいねボタンとコメント、チャンネル登録、よろしくお前ら元気だぜ。元気だぜ。ガチなんやん。ほんまにガチなんやん。